皆さんこんばんは武田邦彦の本当の話番外編深い話の時間です私はアシスタントを務めます倉島桃子ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です先生今回もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますだいぶ進みましてねはい。まあ日本の文化考え方、はい、それからいよいよ本命のこの 暦っていうか、日本の四季の移り変わりですね。はいはい、大体。太陽暦が間違ってましたね。やっぱり多くのうつ病とか。はい、その栄養の問題とか。うん、コロナウイルスなんて、ね。はい、全部太陽暦の災いであって。太陽太陰暦にしてれば。 非常に良かったかもしれませんね。新たな発見という方もあの話を聞いていらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい。だからもうあの家のカレンダーを全部捨てて、太陰太陽太陰的姫エクリッツの人に。先生それ作りますかね。そう。この番組で売るっていうのはどうですか。ああ、友達してるんで売ると。はい。あ、なるほど。そういう方法ありますね。はい。まああのえっと今日は四回目なんですけど、はい。一応暦の基本的な考え方は終わりましてね。う 今日は人の集合体としての祭り、まあ祭りもまた暦の中にこう含まれているわけですけど、それについて伊藤先生に教えていただこうと、はい、まあということですね。はい、で今回も伊藤理恵子先生をお招きいたしまして、ね、場所は埼玉県加沢市に基斎というところにございます玉摩神社の場所をお借りいたしまして収録しております。では改めましてゲストをご紹介したいと思います。基斎<の>、はい、っていうのは、はい、馬編の木。 そうです。騎馬合戦とか騎馬戦の人に、ね、西,で、ね、西東の西で「奇西、えー」いといって昔は奇西町という町もあったそうですけれどもはちょっと変わった名前ですよね。何かこう馬にまつわるようなそういったものがあったような土地柄かなというふうにそう思、ねはいます、はいはい。では1回目からのご登場でございますけれども改めましてゲストをご紹介いたします。 民族情報工学そして洋上料理科とも言われておりますそして多摩美術大学非常勤講師であります井戸理恵子先生です今回もよろしくお願いいたします。今日はあ「日ごと月ごと人のことしきたり12か月」と題しまして、まあ、4回目でありますが日ごととか月ごとというのはそれごとに考えて行動するってことでしたかね。 まあそれを一つ一つ大切に丁寧に生活をするというと、はい、なるほど。その先に、まあ、人,の人の心身も整っていくということですね。と、はいうこで今日は祭りということで、はい、少し個人の生活ともしくは集団のことも含めてということですね。うん、はいどうぞお願いいたします、はいえー、ともともと「祭り」という言葉の語源なんですけど、うんはい、祭りって何か想像できます どうせそのその井戸さんだから難しいんだけど「<laughs> まと「釣」りがなんか別々になってる。というのはもともと神町神様を待つ神様を待つために何をすべきかということで徹底的にお掃除をしてなるほど、はい、徹底的にお掃除をして徹底的に釣り、えー ご馳走用意して。なるほど。うん、そして、再開する。髪の毛を洗って、身を清めるってことも必要なん。ですかね。うん、え再開の際はですね、再会え再開の際は、ま、戒めるですよね。はい。あ、再開って、さい、さい、これ、あの、斎藤さんの際の戒めるっていうのは。はいはい、自分自身の心を整,整えていく。なるほどまあ、要するに、心身をきちんと整えていく。なるほど。これは何かというと。ま、神様っていうのは。 まあ神様あの人間と一緒で例えば「まれびと」って言ったお客人客人を迎える時とかそれから災害災害も神様なんですよ。はい、突然やってくるものもみんな神様で、うん、神様っていいものばかりではなくて、うん、え悪いものも神様なんです。でも悪いものであっても、はい、日本人って割と非常にこうなんかこう楽観的に考えて、はい、全ていいものに転ずるという、うん、そういう知恵を持っていたので。 災いを持って福となす。そうです、そうです。で、その福となすための。には、やっぱり悪いこともなかったら服。福と、福もね、来ないみたいなところがあってですね。ですから、何かがやってくるための。準備というのが祭りなんですね。なるほど。うん、はい。ああ、僕なんかは、あの<備>、えー。悪いことがあると、割合と。楽しいわけじゃないけど。お悪いことも来たかと。ええー。俺もご、ま、ごま、傲慢だから、これで少し。 ななるかなとかと <laughs> あんまり健康ばっか続くとろくなことないからこれはやっぱり日本人的ですかねそうですねだからあの、はあ、災害とかも台風がやってきた後に、はあはあ、なんか分かんないけどその後すごく心がすっきりしたりとかあなるほど、えーまあ、この前ねいろいろその言葉の,あの研究会の時に「心」っていうのが辞書にね、はい、何度か何か度かって解説があって。うん 最後にな幸福を願う心っていうんでしまってたから、その辞書の。はい。で幸福っていいことなんですかねと僕は質問してんすよね。はい幸福必ずしもね、幸福が来ると災いが来るような気もしますけどね。そうですね。心心っていうのはまあそうですね。じゃあ新明会国語辞典だったと思います。はいはい。私は心っていうのはここに炉を持ってるっていう炉炉燃えてるっていう。あ燃えている。 こ<う>心のない人とかね <laughs> あと心が死んでるとかね <laughs>、うん、そういう方するじゃないですか、はい、だからその炉の火の状態が心の状態じゃないか、はい、熱い心の人ね炉があって炉の燃え方によって心がどういう状態なのかっていうことなんじゃないかな,なっていうふうに思って情熱なんていう言葉もありますよね これは火を絶やさないっていう、家の中の火というのが家の中心だったんですね、うん、私は。だから、絶対にいろいろの火を絶やしてはいけない、うん、っていうことがあったりとかして、うん。まあ、伊藤先生と一緒に北海道行った時、あ、ね、いにんのこたん。夏でも。ちょろちょろとね。そうですね。うん、火を焚いて。火を焚いて。ええ、夏の、火、あの、炊いたい火の熱がね。こう、床の土に染みるんですよ。うん、そして、今度は冬になると、その。

こういう感じだから、春の神がやってくるとか、夏の神がやってくるとか、そういう感じですねなな、はい。なる,なるほど、なるほど。なるほど。だから、このやってくる前に、その自分たちを整えておくっていうのが節句ですね。ああ、なるほど。うんほどうん、はい。が、まれびとっていうのは、その客人であったりとか、あとはその災害であったりとか。あとは、まあ、先人の教え、まあ、生業との結びつきで、まあ、昔の人たちが教えてくれたもの。うんうん 中で例えばしおりがやってきて春にしおりがやってきて秋にその大小としての,そのお米とかをもらっていくみたいなそんな中での春祭り秋祭りっていうのがあったりとかですねまあ要はその祭りっていうのは昔そういうその時に何かがやってきたという記録があってでその時にはこういうものがやってくるというふうなことをまあ祭りとしてその前の準備をするわけですね。神という,ふうに言います、うんうん だからそ紙待ちをしておくとです、ね、本当に何があっても大丈夫なので突然、ね、災害があって1週間ぐらい食べられなくても、まあ、一応ごちそうを作っているので、うん、食べ物に困ることはないとかあとはあの、えー、と掃除を完璧にしておくとどこに何があるかというのが分かるので。 そういえばスコップどこにあったとかねお水どこにあったとか、はい、そも常に掃除をしておくとどこに何があるかっていうのを全部把握できていれば問題はないみたいなところが祭りですね。で、えっと、そういったこう祭りながら集落ごとに祭りがあったんですね昔この集落ごと,との祭りというのは、まあ、前回に引き続きですねお話しますと縦の結びつき遅延とか血縁というのは非常に重要視されてました。 この遅延,欠延です、ね・血縁っていうのは何かっていうとその土地でずっと生活をしてきた人たちの中にある知恵というものあるいはそこの中で起きてきたさまざまな歴史的なものこういったものを皆さんが分かっているという皆さんが分かっている人たちがそこにいると何かあってもやはり大丈夫ですよね。だから台風の頃っていうのは割と祭りが秋祭りとかって大体台風の時期だったりとかするんですけど、はい、こういった時にみんなが集まって。 何かこう心、うん、とまあなんですかね、えー、心強いというかそういったこともあるということですね。うん、で、えー、この神社のこういう形ですね、まあ、これは鹿島神宮ですけどこの神社のこの形でこれは本来はですね昔は神社っていうの,があの まあ石ころだったりとか木一本だったりとかそういったものを、まあ、神としてお祭りをしていたんですね、はい、でこういった社ができるようになったのはやはりこういう人たちが集まることによって集まる場所ですねこれは昔は車両的なもの車食とか言いますがあの食べ物とかを、えー、保存する倉庫だったりとか、うん、みんながここにあの持ち寄ってね、えー、集まれる場所だったりとかうん、うん、そういったところが今の神社という形になっています。 でもっと遡っていきますとこの神社もですね本来は大体人間が死ぬと遺体を埋めて遺体を埋めるところを埋めばかといいますそして日本の古い信仰の中では遺体よりも魂の方が大切だったのでこの魂を祀る場所を神社のような形で祀ってきたという方があってどちらかというと家の仏壇みたいなもの家の仏壇の進化系がもっとこうたくさんの人が 何代も何代もずっと祭っていくと神社になったみたいなところがですね本来の神社です。これがまあ国家神道という神道の形が生まれてきてであるいはまあ国を祀るというところと家を祀るとか村を祀るとかっていうそういったこの規模の違いからですねだん,だん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 分からなくなり今の神社というものが一体何だったのかっていうのが分からなくなってしまった、ね、っていうのがあるわけですね。えー、元はだから集落ごとの祀りをする場所 まあこういっったた場所だったりしますでこう縦の結びつきっていうのがなぜ重要かっていうと横の今横の結びつきを広げようみたいな話がありますけど縦いいいうのは信頼がすご強だから私はあなたのおじいさんおばあさんに助けてもらったとかあなたの,あのおばあさんにはよく世話になったよとかねそういったことが今の縁をつないでいくというその縁は簡単にできる縁ではなくて。 今の一日、まあ、昨日会った人とねできた縁とかと全く違って会社関係でも何でもそんななななに時間を、ね、超えた縁ってなかなか難しいいじゃないですか、うん、でもこの遅延とか欠縁っていうのはもう本当に縦のずっと続いてきたところにあるということによる本当の信頼ですねがおけるということで、えー絆まあ、いわゆる絆ですねがあったということですね。うんはい うんと、そうか。あんまりくだらないことを言うと、伊藤先生の話が途切れるかもしないけど。<や>えっと、<laughs> 男はですね。遺伝子が縦につながるんですよ。それで、親父の遺伝子の y 遺伝子をそっくりその百パーセント。息子は、引き継ぐんですね。<ー>それで、まあ、例えば、それの一番いい例が天皇陛下なんですが。神武天皇の y 遺伝子と。 現在のの天皇の伝子は全く無しと、まあ、これがいわゆる男系男系子、うん、それで僕が思うにはですね男性の名前を姓僕だったら武田っていう名前で呼ぶのは、うん、僕はあの別にあの、えー、そういったことが庶民でも知られてたわけじゃないし必ずしもどの時代でもそういうその今考える明治時代の家みたいな制度があったわけじゃないんですけど。 え男のことは性で読むんですねで女性はねの女の子っていうのは非常に大切なんで男は中途半端でいいんですけどつまりもともと多少遺伝的におかしくてもいいんですけど女性は女の子っていうのは遺伝的にちゃんとしてないと子供を産めないので両親があ遺伝的なことをまるで考えずに両親のいい遺伝子を娘には 全部あげちゃうんですねですから娘ってのは独立してて両親との関係は薄いんですよ、うん、それでそれを感じてんじゃないかと思うのはね女性は名前で呼ぶんですよマツコさんとか,んかって、はいね、それで自然と名前で呼ぶんですよ<ー>それでそれはね人間の本性として、えー、お母さんと繋がってないからつまり。 女性は一人一人人全部独立してるんですね遺伝子的には、うん、で悪い遺伝子を例えば除去するっていう時には両親に悪い遺伝子があると悪い遺伝子は男の子だけにしかいかないんですねですから例えば劣性遺伝子の悪いものなんていうのは全て100%男の子が背負って死んでいくんですけど、うん、そういうその系列から言うとですね今伊藤、えー、さんの話を聞いてたらですね うんと遺伝的な、あの縦のつながり。それから今度は。文化としてとか、地域としての縦のつながり。この二つがね、縦のつながりとしてあって。それで、男の方の縦のつながりは、どっちかって言ったら、遺伝的な縦のつながりをみんな感じる。そのために、あの息子は必ず親父を追い越そうとします。親父を追い越そうとするのはなぜかというと。 自分と同じ遺伝子を持ってるのが祖先だから、うん、そうするとそれを追い越さないと新しい時代ができないもんだから、うん、必死になってあの親父を追い越そうとする<ー>ところが女性はもう一個一個の女性そのものが価値があるっていうか生きていく価値があってあのそれで遅延とか血縁とかお母さんとかおばあちゃんとかその後繋つながって縁を作っていくんですよ。うん、だから 男の子とおじいさんの関係っていうのは非常にあの少ないっていうか日常生活としては少ないんですよ縁が少ないんですよおじいさんのことを思い出して泣くなんてことないんですところが遺伝子は一緒なんですよところが女性の方はおばあさんと孫っていうのがものすごく密接で一緒に生活しちゃってがっちりとした縦の線を作ってるっていうところもあるんですよ あの日本の古いもともとの考え方では「氏」「かばね」という考え方があって氏、はい、というのは名字の市政の「氏」ですね、はいはい、なんとか氏だから氏は,いはい、はこうずっと縦でつながっていくっていうかばねは体っていう考え方ですね。 肉みたいななことなんですけどかばねの方はいろんな癖とかそういったものをずっとこう継承していく氏は,は,、はい、は名前を継承していくっていうふうにまあそれで、えっと、女の人はその女から女が生まれるっていうことだったんで、まあ、先生の話とちょっと違うんですけど、うんえっと、女の姿は女の姿が生まれるからっていうことでかばねはつながっていくけど氏は氏は 絶対に、その切り離し、うん、忘れちゃいけないから。うん、だから苗字というものを持って、絶対にそれを、こうずっと繋げていたという、うん。なるほど。で、で、もう一つは、その、えー、女の人ですね。女の人は、記憶力は抜群なんですよ。うん、で、女の人が教えるんですよ。うん、家の式きたりとかって。うん、おじいさんじゃないんですよ。え、そうですね、うん。で、おじいさんは、<laughs> うん、えっと。 新しい仕事というか要するに仕事を出に、うん、なりわいですね、うん、なりわいをきちっと継承していくのはおじいさんなんですよ、うん、だけど家のことを継承していくのはおばあさんなんですねですから衣食住は、えー、女性が統括するとそ,す、ねはい、それで外に出て、はいえー、派遣労働者として働いてくるのがおじい男だと、はいまあ、そういうふうになると。 伊勢神宮でいうと,、えー、と月宮の方は衣食住調達の神なので、はい、割とこう女性的な感じですよね。内宮の方は祭りごっていうことで、うんうん、本来はその衣食住がきちっと調達できていれば、うんえー、政治ができるということが祭りごと的なところがあってそれは内宮がっていうような分け方を昔はしていたんですよね。 わかりましたちょっと話が外れました。続けていいそういったことで人場の融合縦のネットワークというものがえさまざまなこう祭りとか、えー、それとその、まあ、茶の間とかね、まあ、家に集まるとかそういったところで、えー、どんどん培われていくという形がありました。で、えー、その後にですね通過儀礼というあれ 通通儀儀礼礼ですすね通過儀礼というのがありますこれはまあちょっと日本独特の風習なんですけど、まあ、人は風土の中で育つということで風土を祭るこうぶなにうぶ砂っていうのはさっきのうぶ砂の神社とかも含めてその場所ですね、えー、通過儀礼を経て、まあ、人々は大人になっていくということで,でお七夜参り宮参りから七五三成人式結婚式みたいな形これをまあ集落でやっていくというようなことが行われておりました。で今ここういういところが ちゃんと、ね、こう意味が分かんなくなってしまって、うん、いるところもあるんですけど、うん、まあお七夜っていうと、えー、7日の晩に、えー、あれですよね通りやんせ通りやんせって7日の晩にっていう、ねえー、まあそのお参りに行ってでその時には絶対お母さんは子供と一緒に行って、えー、後ろを振り返ってはいけないっていう、うん、まあそういうお参りがあったりとか。うんうん あでも七五三は七日目でしょ、はい、宮参りっていうのはこれ100日ですとか、ま、あ<ー>場所によっていろいろあるんですけど<ー>、はい、この宮参りってのは先祖参りだったんです,ねですからね。女の人は子供を連れて必ずお宮参りだとかって重要視して行ったりしますよね。うんうん、はい、はい まあ三ヶ月ぐらいですか。えっとそうですね、三ヶ月ぐらいですかね。ああそれでまあ三年五年七年で一応しつこさんが終わり、はいはい、次は十八か十四かの十四歳の成人式があり。はい。はい そしてて歳歳かぐらいいの結婚式こううになったんですで、その七五三っていうのがなんで七五三かっていうと3歳5歳7歳数え年の3歳5歳7歳っていうのが一番命を落としやすかったんですねこれもやはり奇数の数字ということで奇数の数字は神様にとられちゃうそうそうそうですでこの時は騎士とお祭りしなければならない要するに神様の領域にまだあるので私たちの人間の領域ではないということで命がとらえやすいという 七歳を卒業すると人間の社会に来る。人間の社会そうですね。まあまだその中途半端ですけど。中途半端。はいはい。でこの三五七という数字を足すと十五になるんです。はいはいはい。この十五というのが成人なんですね。うん、なるほど。はい。でこれはあの三ヶ月えっ、ー、と要するにお月様なのでえー、え三、ー、ヶ月五ヶ月そのなのか上限の月というまあそういうこととも対応してまして。 で成人式というのが15夜要するに、うん、えっとえっ、ー、と「子供は神の子」っつうのがあってですね、はい、7歳までは「子供は神の子」だから、はいえー、別に人間が教育する必要はないと、うん、子供の方が上だと、うん、だから子ど同士で遊ばせとけばいいんだと、うんはい、いうふうにも言われますがそうですか そうだと思います、えー。子供同士、子供の中で遊ばせるということが、えー、はす、い。はい、ですから日本の教育はどちらかというとですね、子供は神の子だから親が教えることはできないっていう概念もあるんですよ。ありますね。ところがせ西洋は子供は野獣だから、うん、無知で引っ叩いて教育するんだと。うん、まあ180度違うんですよね。うん、だから日本はまあ、子供は子供同士に任せた方がいいんだと。親が変なこと言わない方がいいんだと、うん っていうことになってはいましたねこの3歳5歳7歳のお祭りのやり方も全て違って3歳までは何をする5歳までは何をする何歳までは何をするというのは<ー>って決められていて。えー 歳<で>歳とではいーはー一般的にはそうなんですけどーはーはーそれはでも3歳三歳と7歳例えば3月の3日が女の子の節句でえー、えー、5月が男の子の節句で、はい、7月7日は、はい、あの七夕でやっぱり女の子の節句的なところがあったんですが、えー、でもそれもちょっと違ってもともとはやっぱりこの女の子の方の体を整えるってことが重要だったんで まあ子供を産んで子孫を増やしているということですね。そういうお祭りで、えで最初あの昔は養名というのがありましたよね。子供のえだから例えばあの徳川家康とか小さい時には何とかと言ったと竹千代丸とかねああいう名前をつけるということがまた重要だったんですね。なるほど。 で子供の時ってあのなんか愛称とかで呼ぶじゃないですかはいはいなんとかちゃんそう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 それはすごく大切でそれはあの名前っていうのは最初につけられた宿命なんですね宿命を与える子供に例えばえ暗い子が生まれると明るい子になってほしいと思うわけですよ子供の最初見た瞬間に親がなんとかになってほしいというふうに思うというのはそれ一緒の直感ってすごく重要で それがその子供の宿命になって、うん、だからその秋子という名前つけられた子が明るくなかったら、うん、宿命を達せないことになるですね。なるほどだから明るい子になるように頑張ればよかったりするわけですねおじゃああまりいい名前をつけるの問題ですね <laughs> だから <laughs> 頑張らなきゃなくて <laughs> <laughs> あまりここで言えないことがいっぱいあるんですけど例えばって言えないのかちょっと苦しいんですけどね結構ちょっと危ない名前結構あるんですよ最近特に。でもどうなんですか名前っていうところでは最近ほらキラキラネームといったような名前とかもいろいろ出てまして昔ではあまり使わなかったような漢字を使っておてあれはよくないよくないにくないんくないよ複なによくな雑。 なるね。世界一」なんて名前つけちゃ絶対いけない金メダルとかピカチュウって名前がありますかね。いる人がいたらまずいですけどね。だけどそうそうだから名前というのはどういうことあ今言われたように宿命みたいなもんですから親としては相当考えてきちっとした。 名前をつけてあげなきゃいけない。うん、僕なんかどっちかって言ったら、あのう。鳥江反対派なんですよ。鳥江、はいね、というのは、人に迷惑かけるから。鳥江、はい、がない人間の方が優れてるっていうのは、僕の考えですから。うん、そういう意味では、平凡の名前がいいんですね。うん、太郎とか。だから、まあ、うん、太郎と桃子とか。か <laughs> <laughs> 桃郎ね。桃太郎での、ね。はい。 子にあの時の名前っていうのは割と「の丸っていう「丸っていうのはつるつるなんでだから「ま」が近づいてもね逃げてしまうほどなので「なんとか丸っていうよく有名になる方の幼少の頃の名前だとね船もそうなんですよ船も沈まないっていう丸いから沈まないっていう。だから 名子どものがあっていうのはややはりりっぱり命を、ね、取られたりとかすることが多かったんで、ねうん、だからまあ幼少の頃は名前を変えてとかそういう意味じゃお七夜も宮参りも七五三も<え>ややどっちかとはそういう意味合いを含んでるそうなんです、うん、そうなんですはい、うん、だから子どもにその、えー、と例えば愛称で呼ぶっていう愛称もね、うん、ちゃんとこう「まあを払うような名前で呼んであげたり」とか、うんはい、っていうのも意味があるかない。 成人式は十四歳までですねここでね。うん、だ三歳になったら要するに自覚をつけていくんですね。三、はい、歳まなったらじゃあ何かできるとか、まあ五歳になったら帯を締めることができるとか、七歳になったら何ができるって要するに自分ができることを増やしていくというか、そういったこともですねここの中に入ってきているんですね。十四、うん、歳シリーズというのがあるんですよ。うんはい、本にね、はい、我々は大きなが書店がやってた。うんうんはい なぜ僕もそれ書いたことあるんですよね、うん、14歳ってんで14歳なんですかって言ったらね14歳では14歳を過ぎるとな基本的には何を聞かせてもいいそうですよ。例えば世の中にはこういうい陰謀があるとか、うん、それから実は左の思想と右の思想とかあるけどもそれは実は裏には利権があるとか、うん、そういうどういうことを書いても読ん,だし読んだ14歳の少年が こなすことができるって言うんですね、うんはい、それが14歳シリーズを作ってるもつだと、うん、何冊か14歳シリーズのもらって読んでみたらものすごい際どいこと書いたわけです、ええ、しかしそれはもう大丈夫なんだ そここのととろにああっったたんですす思いまそれはなぜかというと14歳になると女性は所長して男性もねだから子供も作れるっていうそこからがもう大人っていう認識があったのでそれなりにやっぱり大人としての子供を産めるようになった大人としての判断力もあるし少々際どいこと聞いてもその際どいことっそうのセクシャルなことばかりじゃなくて世の中のそういう汚いところね それも全然大丈夫です,ってです。うん、あの本屋さん。はい、だから思う存分書いてください。うん あそういうことなんですね。脳がねある程度こう進化してくれるからね。だからあの英語もそうなんですよね。英語もやはり十十四歳ぐらいから勉強した方が脳の中で混乱してしまうっていうか、日本語がきちっとできた上で英語を勉強しないとあの考えるのがねできないですよね。日本語脳とか英語脳ってみたいな表現がありますけれども全く違うんですよね。僕なんかだから英語を学ばせること自体は反対なんです。 こんなのは別に学ぶなんかって、ここの辺にスヤッキーかなんか作って、今今は立派なものがありますからね。はい。だからそういうことですね。名前、あとこう物に意味を与えるっていうのは、意味を与えるっていうのが名付けるっていうのはね。そういう意味ありますね。からあのうんと物の別っていう人たちがね、昔ね、物の別子っていうのはなんなんなのと思う。 他の人たちは「なんとかし」って割と職業名だったりとかするんですけど「もののべし」って何なのかっていうと「もの」っていうのは例えばまあコップがあってあコップがありますよねでも一緒にすると誰のコップか分かんなくなるじゃないですかこれは「もの」じゃないんですね。でも絶対これは私のものだっていうなるほど、うん、もうずーっと長いこと使ってきてるものとかそうするとそのものとのコミュニケーションができた時点でそれは「もの」になるんですね。なるほど、うん ものとのコミュニケーションがちゃんとなってない自分のものじゃないものはものじゃないんですよ。な、うん、るほど、うん、で,で例えば、うんとまあ、ダイヤモンドというのがあって、うん、みんながこのダイヤモンドが欲しいっていうとこのものにいろんな人の物の毛けがつくわけですよ。うんうん、みんながががここれ欲しししいいと、うん、羨ましがるっていううそたにの 傭兵しちゃうわけですよ、悪魔みたいにな。っちゃうそうすると、このものがどん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 、良くないものになって,きてしまうから。それを払う人たち、ものので。ああ、それを払う人ですね。うん,うん、うん。だから、えっ、ー、と芸能人とかが、芸能人がなんかあまりこう。<laughs> 不幸な人とかが多かったりとかする。本名でやらない方がいいんですよ。はい,はい。うん。 芸名とか芸芸名名をつけてで自分の架空のじ自分が活動してるそうそう架空の自分<あ>そこにいろんなものがついてもあ,あ,あんな芸能人のくだらない仕事に本人の名前つけちゃいけないえそう本,本名だと本人がやられてしまうああ、うん、いろんな人の思いがくる思いい<僕>いやいやもう,難いもう無理だもう無理ですね。ねだから本 ね、自分にいろんな人の思いが来てしまうと、うん、自分が翻弄されちゃうんですよ。うんうん、私という人間が分からなくなもの、うん、の場合は先ほど言ったように非常にその通りだと思ったんですけどものというのはそれ自身で存在するんじゃなくて人間の認識とともに物が存在するだから名前が付いてないようなものは、えー、ものじゃない物と言えないとそうです別にものかどうかしないと蹴飛ばしていいとちゃんと名前の付いてない人は蹴飛ばしちゃいけない自分との関係があるからと。 そうだから蹴飛ばせなくなる心が働く心が、かあずいっぱいこうペットボトル置いてあってもあ誰のかわかんないみたいなそれはもう自分のものじゃないんです。そうです。だからペットボトルみたいなのはリサイクルしなくていい。極論ですね。そうそう。そういうはいそういうですねはい。じゃあ次でえっと祭りの話。祭りまあいろんな。 まあ先ほどちょっとお話し,しましたけどこれはもう、うん、あの先生の得意なとこですよね、えー、晴れとけっていう、うんえー、中心ですねこれ晴れっていうのはまあ非日常的なもので聖なるところですから、まあえー、これは何のためにこの晴れが必要だったのかっていう、まあ、なぜ祭りが必要だったのかっていうと日常を送っていくと毎日毎日同じ日を送っていくとなんとなくこうだらけてきてしまうっていうか。うん なんかこうマンネリ化してしまうというか、そういう時に晴れがあるともう一回頑張ろうっていう、それはね日本のその、まあ、文化における常若っていう思想ともつながるんですけど、一回そこでリセットして若返るっていうことなんですね。要するにエネルギーをもう一度あの呼び覚ますというかね、そういうことが晴れということなんです。で、えー、ですのでまあ毛というのは日常である属ということなんですけど、この毛をずっと送っておくとまあ 毛が枯れれててしまううことを汚れっていうんですねなので日常を送る力がなくなってしまうことを汚れというわけで別にこれは汚れてるわけではなくてですね、まあ、民族学の中で言われてる汚れって汚れてるとかそういうのではなく日常を送っていく力がなくなっていくっていう、まあ、それを晴れという力で補いそして生活の中で強弱を持つことによって力を、えー、もらうということですね。 その一番の強弱で力をもらう中心になるものがこういう祭りというものなんですがそれはなぜかというと集合意識ですよ集合意識の中における安心感みんなで何か分かんないけど同じことをしているということによって安心感が出てくるだからあのまあ原宿でもどこでもそうですけど何か分かんないけどたくさん人がいるところに行きたがるじゃないですか私はあんまり嫌だけどあのラーメン屋とかにみんなが並ぶじゃないですか、ね。 <laughs> ああいうのっていうのは、うん、みんなが行くところに行くとなんかいいような気がするっていうね、うん、それはまあ集合意識、まあ、要するに人間の中で誰かが行くから行くとかそういうことによって安心感を満たそううととして,るっていいることがあります、うん、僕なんかもう少し踏み込んで、うん、人間っていうか生物動物多くの動物、まあ、と特別な動物は違うのがあるんですけど、えー、と群れて離れてるように見えるけども一つの 生物を成しているっていう考えなんですよ。そうですね。例えば、この僕らの細胞の一つ一つって、全然独立してるんですよ。うん、足の細胞は、手の細胞がどう動いたか知らないはずなのに。うん、あのそれ、中枢神経じゃないんですよ。この連携っていうのが。うん、あのその動物の一つの体の中の連携は、ちゃんと取れてるんです。はい、走る時も、こう走るとか。うん、だけども、どうやって本人たちが気が付いてるのか。 中枢神経系で気がつくものもあるんですけどその他が山ほどあるんですね、うん、で、その山ほどあるやつはそそのその細胞と細胞は独立してんですよだから僕の体で心臓が痛いからといってどっかがどうするなんてことはないはずなのに分かってるんですよ体全体補い合うんですよね補すそれと同じように離れてるように見える人間個体個体っていうのは 実は一緒なんだっていうのが僕の考えなんです。いや私だからあのあのなんかね分かるんですよね。ええ、あのだからこの人が今どういう状態かって分かるのでそうそう電話して<う>気をつけてねとか言って<う>。<laughs> あの、ね、さんはねあの敏感すぎてね。うん 苦しいんです僕なんかどうでもよくあのパッと何に,何にも考えてない時に思い浮かんだお友達とかああそういうことがあると私も無性にこう連絡を取った方がいいんじゃないかと思って取ったりしね、女性はそれが強いんじゃないかと思うのはね、ええ、女性の集合体があるでしょ、はい、これをバラバラにしといた時と、うん、まとまった状態にした時とはね、はい、まとまった状態にするほど子供の数が減るんですよ。うん、それでなぜかというとね あの、一つの塊で、子供を産んでくれって感じがかかるんですよ、うんで。バラバラの時は、私が産むってなるんですよ。うん、で、例えば、1万人いて、私が産むって言うと、1万人産むんだけど。この団体になっちゃうと、なていうんですかね、その団体として。なんか、次の世代を作ればいいってことになるんで、<ー>変わっちゃうんですよ。まさに、私の仲間たちは、みんなそうです。私がいけないのかもしれない。<laughs> <laughs> そうです無意識にねなんか全然電話した覚えないんですよね、うん、で「いや地震が来そうだから逃げて」って電話来てそれで東京でその友人に会って「<laughs> えっ何でいるの?」って言ったら「あなた電話くれたじゃない」って言って「助かったわ」みたいなこと言われて <laughs> 全く覚えてなかったりとかするんですけど、うん、まあそれちょっと鼻何かこう集,集合意識的にあって、うん、だから例えば僕はだから集合意識じゃなくて、ねえー、もうちょっと具体的だと思ってるの、えーえー あのあと要するにあのね井戸さんはそれを集合意識みたいに感じるんだけど、うん、本当はその友達とかなんかそういう人から通信が具体的に来てると思ってるんですよ僕それですね、えっと、一つあってですね早稲田大学の三輪先生という先生が前に木,木の研究をしていて木の木の木木違違<の>うう樹樹樹研究なんっこう お手植えした普通の人工林と普通に自分で種であの植わってった木は全く信号が違うっていう研究をしていて、うんうん、それで、えー、と普通にこう自分でこうあのバーボブじゃないですけど植わってった木というのは互いいに、ね、更新してるっていうわけですよだから例えば台風が来ましたったら台風が来たっていうことを一瞬して伝えていて。うん だから台風が来てもほとんど被害に遭ってないっていう、うんうん、ところが人工林はバタバタバタって倒れちゃうそのねなんかね出している信号が短いんですって、うん、人工林みたいな、うん、こういうんかそんな話もあのエチレンはもう分かってるんですよねえ,えエチレンっていうのがあるんですよ化合物でちっちゃい化合物だけど、はいはい、そ分子としてもちっちゃいっ、えー、とレジ袋の原料ですけど、えー、それはあのあの植物が何かの時にパッと出すんですよ、えー、パッと出すと バーッと伝わって、ええ、そしてまあある行動したりなんかするっていうのは科学的には分かってるんですけど人間ではまだ分かってないですえっとですねそこでまあ祈りの力っていうのがあって、うん、で去年台風がすごかったんでめっちゃくちゃ怖かったんでみんなでつみんなであのリモートで繋がってみんなで一斉に起き上げたんですよズームみたいズームで、うん、ズームみたいので、うん、一斉に開けてそしたらなんか 弱まってたんですよね台風がは弱まったって言ったら「は弱まりました弱まりました弱まりました」こう本当にあの水門のように、うん、広がってい広がって,ってで安心したんですよね。うん、でそういうなんか祈りの力って、うん、今世界中で祈らない時代って今ぐらいじゃないかなってっ、えー、と祈りの力っていうのをあの今のくだらないですよ。うん、今のくだらない感覚で考えると、ええ 祈るとね、やっぱりなんかね、体からなんか出るんだと思うんですよ。えー、それがあのすごく格差も早いからピューって言ってね、うん、それで同じ祈りをしているところの人がそれを感じるっていうね。だいたいえーえー、っと一モル、つまり水の十八グラムね、十八、うん、グラムこん,こんなもんでしょ水の十八グラムなあの高校で習うように六掛ける十の二十三乗項ですからね。 あの十八グラムの水の分子っていう分子の数っていうのは腸の長倍ぐらいなんですよ。うん、ですから地上にはたった七十億人しかいないから、それのなんかああ十倍とか二十倍とかいう数なんですよ。だからその人の体からちょこっと出たらね、全部にバーっていくだけの数はあるんです。うん、数は。 だからそうじゃないかなって移動もすごく早いからなぁと思ったりしてるんだけどもちろんそういう研究はこういうところで、ね、みんなで祈るじゃないですか、うん、すごい変な動きをするんですよ火がみんなで祈ってるとなるとてもなんかありえないような動きをするんですよ、ね、だからこのくらいの密だと、ねうん、ここら辺の人は、ね、<laughs> 全部通信線だった。<laughs> だそうですよ、ね。そう で、みんながその火を見てなんかわかんないけど火を見てで、そこになんか字がないんですよね、うん、ひたすら祈って、うん、ひたすら置き上げてるから、うん、自分のことなんか考える余裕ないから、うん、そういう時ってなんかとてつもない不思議なことが起きるんですよで、これがおそらくその有史以来人間人類って有史以前からですね例えばアルタミナの洞窟とかでも壁画ガとかやっぱり全部私はあれ祈りだったと思うんですよね、うん、食べ物は。 ないと困るし生きていくための祈りですかね。うんうん、太陽が出るとか。うん、僕はあなたに奥さんとかもしれないけど、はい、僕のような男の隣にあなたみたいな女性が一人いると、一、うんうん、時間ぐらい経つと僕の体に、はい、女性の横にいた時だけ発生する過が発生するんです。<laughs> ね、二年前に発見されたんです。えー、それはね、えー、血圧あ、血管洗浄剤なんですよ。血管,血管の自分の血管を洗浄するの。えー というのは女性が横にいるとあの僕の心にやましい心が起きてそれで若返ろうと思う。若返ろうと思って、抗酸化作用、抗酸化じゃないのあの血管を洗浄するの、きれいにするんです。血管を若返るんですよ。ね。で大体それを僕が計算するどのくらいの効果つの計算すると女性が一時間横にいると男性は十五分寿命が伸びるんですよ。でもちろんだからその それは桃子さんが隣にいて僕は反応するわけだけど、うん、こういう集合体は必ずね、うんうん、各陣に何かそういうふうな化合物が出るわけですよ。それすごい感じていて <laughs> なんかもう生きる記録がなくなった人たちも、うん、なんかいきなりね<う>若々しくなって生きる記録を、ね、持ち始めるんですよ,そうなんですよね。 宗教じゃなくてもともと人間って宗教じゃなかったんで、うん、何かじゃない何かわかんないものをそ<う>ここで祈ってる人たちも別に宗教全くないんですよねただなんかみんな行くっていうから来ましたみたいな <laughs> でじゃあお気をあげるっていうからじゃあお気をあげましょうかみたいな、うん、で何でもいいわけですよ <laughs> 何衆っていうのも全くないしでもなんかそれをあげた瞬間とかその帰りにすっきりした感覚があるから、うん 今は祈りという言葉しかないのでえー、え何とかかんとかっていう化合物の名前を言えない化合物かどうか分かんないですよ、えー、電波みたいな、うん、いや電波っていうのがね、えー、これがまあダメなんですよ僕に、えー、っいうのはね我々の目が光を感じるから電波が見つかったんですよ、うん、もしも我々の目が光を感じなかったら電気とか電波ってのは見つかってないんですよ、はい、っていうことは我々が直接的に五感で感じるもの、うん

だからこれは日,日常生活の中に積極的に取り入れていくってことですかるということとやっぱ強弱をつけるということと強,、はい、強弱をつける時の指針が、まあ、一つの暦であったりするということですね。うん、あとは昔通りの祭り昔いつどういうふうに祭りをやってたのかということを認識することによってバイオリズムというか地球のバイオリズムとか、うん、太陽と月のね、うん、そういう関係性とかそういったものも体の中で取り込んで、うん 体は地球っていうのは太陽と月があるからゆえに私たち生命体っていうのはこういうふうに生活をしていけるわけなんでこれは空海がね待ったのは薬師如来薬師如来っていうのは瑠璃光如来といって青いんですよ。青いんですから地球の周りに学校日光を置いたんですよ。 要するに太陽と月の菩薩を置いたんですよ。らこれは地球そのものが薬師如来要するに薬でね<う>不思議な力を持っていて<う>地球がもう生命の星でこの中で全てが淘汰されそこの中で生かされていくっていうことなんで、まあ、医薬っていうあの医者と薬の医薬ですねうん、うん 医薬の神の薬師如来っていうのは地球そのものっていう考え方。日光菩薩と月光菩薩がいて、真ん中に地球菩薩があるの。そうそう、そうです観音菩薩。薬師如来。如来がいる。薬師如来。如来っていうのは一番位が高いので。ええ、第一如来とかね、阿弥陀如来と薬師如来。この三体ぐらいですよね。うんうん。だから、あの、実はね、あの。祈り。 とかそういう言葉とか現象について現代科学がまだまだもちろん1万年も経ってないということで明らかにしていないところね、はい、そこはまあ別の言葉で言ったりしてる。ないんですかこの下手な歌を聞く本人が一人でもいるとね あの息が出てくるんでですすね <laughs> 不思議な音ですよ <laughs> ああ「歌の力」っていうもともと歌謡研究会って言ってまあ歌謡ってあの古い歌謡古代歌謡とかそういうのやってたんですけど学生時代。で歌,歌っていうのはもともと空気を打つっていうところから始まった、ね、空気を打つから歌っていうでこの空気を打った最初の発声は何だったかっていうとやっぱり自分の中の何か こうしてみたいな <laughs> こうしたいとか要するに意思ですよね<ー>自分の意思が歌になったっていうころ始まっててその歌がその自分の意思なんですけどそのうちに体が楽になりたいから歌を歌う,うだから労働歌みたいなものとかもその昔の労働歌紙好き歌とか、うん、えと田植え歌とかドン付き歌とかっていうのは単純作業なんですね単純作業をいかに楽にしていくかっていう。なるほど だからその歌を歌いながらやるとそのリズムでですね、うん、体がどん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 ん動いていくんですよだから歌を、ね、やめちゃいけないっていうか昔はどこ行っても誰でも歌を歌ってて。 それが響き渡ってるとお母さんが台所の仕事してる時も歌を歌いながらやってたけども最近美空ひばりもいなくなっちゃってね。そうで,すねでもそうそう,そうですね母親とかドラえもんの歌とか歌いながら何かやってて <laughs> なんでドラえもんなんだろうなとか思いながら <laughs> さあ,あなたたちが見てるからよみたいな <laughs> ありましたけどね。あのだから毛だけの生活に変しやすい人いるでしょ。はい、あの独身で ニートみたいなちとか、ニートとかオタクとか、それから女性でもそうしてますよね。そうしたらもう必然的にあの鬱になるでしょうね。多分ね。うん。なんか一緒にでも楽しくないですもんね。やっぱりこう反応がないっていうか。そうね。ええこね。これまたあったかなまだ。いやいやこれです。これで終わりですか。ああそうですか。なるほどね。だから。 え祭りというのはあの神様との関係とか季節との関係のタイミングもあるし、はい、それからみんなで集まって自分が生命体であるということを認識する意味もあると、はい、そういうものがひっくるめて祭りというのを形成している。だから 日本のように四季折々がなくても外国にもも祭りりはありますもんね、はい、一番不思議だなと思うのはやはりクリスマスの日っていうのはやっぱり世界中でみんな祈ってんですよ。それはあの太陽の関係で、ええ、<え>太陽の関係もあるしキリストの関係もあるし大体、うん、あの頃大体、はい、ざっくり当時の頃っていうのは、はい、体に染み付いてるんじゃないかなっていう人類として。 ああ、うん、辛い思いが染み付いてんのかな。いや,いやいや、あの、なんか昔から太陽を祭らなくちゃいけないっていう。うん、そ,うその一番原始の頃の。のなるほど。もう、あの、<ら>その当時ぐらいになると、やっと俺たちは太陽の下で。下だからこそ、生きていけるってことがわかる。だ <laughs> <laughs> か無意識だと思うんですね。無意識の意識が。 おそらく祈らざるを得ない意識みたいのがあったりしてなるほどなるほど,なるほどだからだと思うんですけどクリスマスの翌日とか、うん、あのあたりからなんかね、うん、やたらと晴れ晴れしてくるんです、ね、ああ、なるほどこれでだいたいあとお正月っていうのもだいたい晴れることが多いですよねそう,そう,うん、これはね人間のね人類の祈りみたいなものっていうのが響いてるんじゃないかな文子、うん、さん、はい、少し心が 正しくなってきましたね。私はあの逆にですね、先生の話を今回四回目伺いまして、意外とあの祖父母と一緒に暮らしてた時間のことをこう鮮明になってくるような、その思い出があのこう蘇るという感覚で伺うことができて、非常にあの晴れバレとしてる感じがいたします。太陽暦を捨てて、世の中よく見て、自然と共に生きる。お天道様の下では嘘をつかない。そういう自然に対する正しい認識を。 育んでいく、はい、そしたらあらかた今の世の中であるうつ病だとかあんとかいうのも人間らしい生活に少し徐々に戻っていくようなねそんな感覚があるのかもしれないですね。はい、ということで4回目ということだったんではありますけれども今回もこのしきたり12か月ということで。 多摩美術大学以上金校長でもあります井戸里恵子先生にお話をいただきました。はい、まだまだあのお話の方は続くかと思いますのでえ、今日はここまでとさせていただきます。それでは改めまして、武田邦彦の本当の話万感編深い話はここまでとさせていただきます。今回もありがとうございました。どうもありがとうございました。